いつものでいい？はい、いつもので。はい。いらっしゃい。豚玉モダンでお餅が入ってます。こちらはうどんで豚玉モダンです。今日はゆっくりしたいか、うん、そうよ、今日はゆっくりした方がいいわ。ありがとうございました。けいちゃんいつもの、はい、ありがとう。大体何分ぐらい時間があるんですか、この褒めるまで鉄板が大体小1時間。そうですね、昔からの41年ずっと使われているってことですか。16ミリあります。分厚いですね。そう、焼きそばとかをするところを勤めて、はい、そこでマネージャー紹介です。ああ、そうなんですね。それで仕入れの仕方が分かるし、だからあのこれをやってみようかな。あ、家を建てるときにもうお店をしよう思って、で主人は反対したんです。あ、そうなんです。こんなところで店して、はい、すぐ潰れたらもうパタコケ折れんぞ言って、言ったんですけど、やってみたら結構お客さんが来てくださって、主人もびっくりした。お前こんなにできるんとは知らなんだ言っていいようにお客さんが来てくださって、もうだいぶお客さん様変わりはしましたけど、はい、オープンからのお客様何人かおられます、まだ。あ、そうなんですね。30代ぐらいの人が70になってきてくださって、ね、41年だったら結構そういう感じですね。だこれ頑張ってやめられんな7、8年ぶりとかでもね。そう、7、8年とか13年とか、あ、はいはい、10年ぶりとか、はいはい、で時々来てくださるから、はい、ありがたいな、頑張らねえけんな、ね。
よいしょ。はい、今日も一日よろしくお願いします。どこに置いてますか？ここ。どこですか？こう。こうがいいですよね。多分横じゃないですか？横じゃないですか？横？あ、そうか、こうか。多分そうですね。なるほど。困ったこっちゃなぁ。1年何もせずに年だけ取れるな。まあ社長とか忙しけえけど。いや、暇じゃないのって。ん？暇？暇？忙しいやん。私たちはちょっと暇。嘘？ほんま。全く来なかったとかあるんですか？あります。1年に2、3回。あ、2、3回。はい。みたいな。でもね、お客さんのほとんどがもう常連の、ね、お客さんばっかりです。新しい人、次に1人か2人、はい、最近そのなんかで、あ、見て、はい、1人か2人の人とかで、まあ、あとはいつもの方ばっかり。あ、いいですね。なんか昔よく、なんか昔ありましたね。2代目もうどれぐらい使ってんですか？だから20年近く使ってる。41年で2代目だから20年近く使ったんじゃないかな。帰ってお客さんもなんか普通にね、気使うことなく、そう、気使わない、ちょっとやってみるかみたいな。そうなんですよ。焼ける。うん。そばまだ？イカ、エビ、どっち入れるのかな？あ、イカ、エビ、ミックス、はい。ケイちゃん、いつもの？はい、ありがとう。お待ちしてます。あー、常連さんがやってきてくれるな。これからですね。はい。でこの電話した人の息子の嫁さんが料理が上手でな、持ってきてくれるの？いつもお母さんいかがした？あえていろんなの炊いてもらってくれるの？ありがたい。事故から一夜で現場では地下の状況や何か行っていたか、地下により不死後の交換検査で事
動した2人が作業に当たっていたことで検出されたことが分かっていた。警視庁は愛知市国際オリンピック委員会が3日スイスで理事会を開き、札幌市が招致を目指している2030年の冬のオリンピックの開催地の設定を当初予定していた来年の総会よりも後先送りすることを来年夏頃に開かれる総会としていた当初の予定を先送りすることを今日はゆっくりしといた。そうよ、今日はゆっくりした方がいいわ。いらっしゃい。いつものでいい？はい、いつもので。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。終わりですね、うん。もう最後食べませんか？結構来ますね。言うたら食べる？
多分そのタレと鉄板が相性がいいんでしょうね。そばの豚玉モダンでお餅が入ってます。でこちらはうどんで豚玉モダンです。こちら豚で焼きそばです。これが、豚玉モダン700円。はい、そうです。うどんですね。豚玉うどんモダン700円です。700円。そしてが豚玉モダンのお餅が入ってるから800円。800円ですね。はい、100円増しです。でこれが焼きそば、ね、焼きそばが550円です。550円。食ヘラで行きたいところですけど暑いんで、はい、コメント用でじゃあ小皿に取らせていただいて、はい、ですね、やっぱ鉄板で焼くとこう一気に火力がこう伝わるんで、うどんですね。小皿にいただきます。いやー美味しいですね。ありがとうございます。なんか
懐かしい、さっきも言われてた昭和の、うん、昭和の懐かしい味わいって皆さん言ってくださいました、うん、はい、と言いながら僕は平成生まれで、あ、そうですか、若いですね、羨ましい。いや、けどどっか懐かしくて、こう、うん、さっき言われてた7年ぶりに来たとか、はい、13年ぶりに来たとか、はいはい、心のどっかにこうずっとあって、そう、ふと思った時に食べたくなる、はい、それとあのお父様が来られたの、息子さんと奥さんが、親父が美味しいよったから親父の足跡をたどって来ましたって言って、だからこうやって話、こんな話しようたんよって、いや覚えてくれて嬉しいわって言って喜んでくれました。お好み焼きゲールさんどっち派ですか、そばうどん？気分ですね。気分ですか？気分ですね。そばのことが多いかもしれないですよ。断面見せます、ね、はい、この蕎麦 のぎっしり詰まった感じがいいですね。お餅トッピングで、はい、生地にお餅も入れていただいたんで、お餅が入ってます。鉄板はやっぱこう熱々をこう顔をあ、ね、しかめながらこう食べるのがお好み焼きですけど、そうなんですね。ちょっとじゃあ、はい、これが、豚玉そばモダンの餅入り、はい、はい、熱いですよ、お餅が口に入れたら、いや怖いな予告された上で、はい、じゃあいただきます。うん、わっつしっかり熱いですね。うん、はいはい、やけどしたらいけんから、はい、ありがとうございます。いや、お餅あるとよりこう、うん、変わりますね、すごい味が違って美味しいでしょ。はい、生地にアクセントになって、うん、生地に馴染んで、さっき言われてたこの特製ソースも、はい、鉄板との相性がいいでしょ、うん、はい、しっかりこう全体的に馴染んで、あ、本当ですか、あっさりって言いますよ。また味が変わりました、はい、焼きそば、鉄板で焼く焼きそばが、お好み焼きもいいんですけど焼きそばもいいですよね。いただきます。はい、いただきます。うん、本当だ、また味が違うんですよ、うん、あ、なるほど、これは美味しいな。ありがとうございます。これ結構表現難しいんですけど、はい、めっちゃ美味しいですね。ありがとうございます。うーん、なんか心温まる味というか、結構優しめな味わいで、キャベツともやし、野菜たっぷりで、うん、これ美味しいな。昭和の味、昭和の味、はい。
牛筋玉ですね。牛筋玉です、はい。もうここに牛筋がもうすぐ見える。美味しそう。だからこれはあのモダン焼きじゃないから。そう、お好み焼きです。お好み焼きですね。はい。めっちゃくっついて。ちょっとだ。一旦筋食べた人は一本筋焼いて。あ、本当ですか。あるところとないところがありますよね。ああ、筋だな。大きいけど。はい。これでいただきます。はい。牛すじもいいですね。美味しいですよ。牛すじとこのソースの相性もめちゃくちゃいいし、うん、ちょっとこう歯応えというか噛み応えがしっかりあるんで、なんかお好み焼きと牛すじあんま食べたことなかったですけど、これも美味しい。なんかそのもう一回リピートする、はい、あの豚とか海鮮系とはまた違った美味しさがあるなと思いますね。また焼いてって。わ、これけど僕次来たら牛すじ頼むかもしれないです。ありがとうございました。開店前から閉店まで密着させていただきました。どうもありがとうございました。お役に立ちます。あ、いやいや、そんな。いやけど、やっぱ常連さんが言われてたように、こう、一回食べたら、またなんか来たくなる味っていうので。はい、だいたい週1は来ます。あ、そうなんですね。はい、さっき来た2人も、はい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 、週に1、2回は来てくれます。なんかやっぱ週に1回、2回はこう食べとかないといけない味というか、はい、もう常連さん来てくれます、ね、たまたま今日暇だっただけで。あ、いい。もう生活の一部に、はい、なんか飲食店、そういう飲食店が今後も続いていただきたいなと思いますので、はい、僕もちょっとまた出させていただきたいと思います。はい、またよろしくお願いします。はい、今日はじゃあ山中さんの密着でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。